はい、どうもこんばんは。いけいけんチャンネルです。ただいま、時刻が、今1月31日の、夜の11時58分です。で、なんでこんな時間に、動画撮ってるかというと、今月中に、まあ見ときたいっていうか動画に残したいことがあって、先に見せますね。これです。あ、もう59分だ。富士 Wi-Fi の、まあ、これか。GWi-Fi の、304ZT ってやつですけど、2017年の1月1日付で、使い始めました。で、今月1時間、あの、1、1ヶ月間で、まあちょっと、普段よりも余計めに使ったかなって思うぐらいで、で、これ69.5メガ5ギガ、で、どうしようかな。まあ雑談形式でちょっと喋っていきますけど、0時0分になりました。なんだけど、リセットされた。セットされた。そう。こう、0時過ぎると、ここリセットされますね。これ、なると思ったんで、動画撮っています。撮ってるかな？はい。で、まあ、僕、富士 Wi-Fi さんの、情報を見たのって、やっぱ、まあ皆さんと大体一緒だと思うんだけど、YouTube で、ぐっさん TV っていう、ぐっさんの情報をもとに、まあその時に、もうこれはいいなという、ので、まあ、なんだ、購入じゃなかった。これレンタルだから、申し込みしようとしたんですけど、僕ずっと使ってたのが、まあ今、これ、よいしょ、ちょっと待って。ちょっとこの、ね、これ富士 Wi-Fi の後ろに、シール貼ってある。304ZT ってやつですけど、今ちょっと SSID ちょっと今隠してますけど、これね。これ、それですけど、ちら。これはなんだ？え、同じやつです。はい、ウェルカム。まあ、これ、形全く一緒ですけど、これ 305ZT ですね。305ZT。こっち 304ZT。要はね、これをずっと使ってました。305ZT。で、今、もうこれ、解約してますけど、はい、SIM なしって書いてあります。で、こっちの話ちょっと雑談だけど、ないけどしようかな。なんだっけこれ。2年前に。楽天だっけな、どこだっけな。100円 PC か何か、なんかそういうサイトで、
100円 ?100 円か0円で、確か買って、で、2年間、2250円ぐらいの月額で、使い放題の、なんか一時期この祭りみたいな時期があって、で、この 305ZT、ね、なんか当時、あれなんだっけな、2年ぐらい前、カジマックさんが騒いで、ましたけども、いらっしゃったけども、僕もその祭りに乗っかって購入した口です。で、多分皆さんと一緒で、こいつ最初、使い放題でずっと、あの時どれぐらいだったかな、まあまあ、一月、それでもまあ、そんな使ってなかったんで、まあ35ギガぐらいしか使ってなかったと思うんだけど、本当に使いやすかったです。で、しが、12月ぐらいに買っ、10月に出たんだっけな、これ。で、12月ぐらいに買って、で、快適に使ってたんだけど、1月ぐらいだ、4月 ?3 月、4月に、突然なんか規制みたいなものが始まって。で、その後7ギガ制限ってやつが始まって、7ギガ超えると、なんかその、ポチポチ、あ、これちょうどなんか今、規定のデータ量を超えたため、通信速度が低速化されました。この、申し込みを行えますかっていう、これで、はいっていう、ポチって押す。これを、まあ、500メガバイトごとに、やれば、まあまあ、ほぼほぼ無線に使えるっていう。まあ、これちょっと面倒くさかったんだけど、一応でもこれで、まあ、ほぼほぼ、半無線にみたいな感じで、面倒くさいけど使えたんで、これはもう本当、それだけ嫌だったんだけど、速度的にも満足してたし、エリア的にも。これはまあまあ、すごく良かったなっていう端末でした。なんだけど、2年縛りの、その溶けるときに、まあ値段が急激に跳ね上がるっていうのと、その500円ポチポチボタンっていうやつが、それが無料が有料になるってことで、うち大体2、30ギガ使ってたんで、これもう無理だなと思って。じゃあ次の、ルーターの候補どうしようかなって時に、これ、富士 Wi-Fi さんの情報を得たんで、まあもうだいぶ経ちましたけど、僕、第一弾組じゃなくて、12月16日、去年の、昨年の、12月16日組っていうやつですか。個人受付じゃなくて、法人、個人事業主宛ての受付の時に、まあ、僕、個人事業主やってるから、まあ、個人事業主で、受付っていうか、登録っていうか、申し込みして、で、もう16日過ぎてたんで、1月1日付っていう申し込みで、申し込みしまして、多分、年内に届いたのかな？今日、12月30日ぐらいに届いて、まあ、結局、使わなかったんだけど、その年内には。年明けて1月1日から使い、まあまあ普通に、ごくごく当たり前に使い始めたんですけど、快適に使っております。まあ何分かな。10分ぐらい経ったかな。もうあと何分か話しようか。雑談ですけど。で、すいません、長くなって。で、よいしょ。まあ、料金プラン、今なんか高くなりましたよね。
3696円の税抜き価格。だから多分4000円ぐらいになるのかな。なんだけど、僕がなんか頼んだときは、まあもう終わった話でちょっと、有意義な情報ではないけど、まあ昨年の12月25日まで、申し込みした人は、まあちょっとなんか特典がつくっていうので、僕、それで申し込みしたので、結構安いです。結構安いですっていうか、前だと、なんだっけな、2980円税別と税抜きと、あと まあ、それプラス税と、あと別個で、なんか、これレンタルだから保証料っていうか、レンタルサービスですって書いてありますよね。で、この、安心サポートってやつが、前は300円かかってたのが別個で、今はこの安心サポート無料ってなってるのかな。で、今の僕の基本料金は、この安心サポートが入って、税込みで、これよりも安いです。元々のその、11月、去年の11月ぐらいの金額と多分変わらない。安心サポートつけた金額と多分全く同じような金額だったような気がします。これ一つ。まあ、今の人たちにあんまり関係ないのかもだけど、一応一つずつ、情報としては、そういうのあります。で、あと、どうしようかな。今もう11月31日。で、まあ、この富士 Wi-Fi さん。こうなんか祭り的に、ものすごく今、人気があるというか、個人受付、個人受付が、申し込みしてるけど、申し込みすぐ埋まるような人気ありますけど、まあ、だからといって、今、これ、完全におすすめってわけじゃないです。で、今なんかこの、もう一個このアイビデオさんってやつ。これなんかこのホームページになんかこの、アイビデオは第2の富士 Wi-Fi か、みたいなの。これ、YouTuber さん、誰か、動画投稿されたんだけど、これ、このまま、ホームページに貼り付けであるぐらい、まあ、当て付けじゃないけど、対抗心じゃないけど、まあまあ、いいんじゃないかなと。僕だったら今、富士 Wi-Fi にこだわりなく、こっちでもいいかなとか思ったりしますけどね。こっちの方がちょっと値段安いしね。端末も一緒だし。なんか、こっちは、月額料金が、半年とか1ヶ月とか、1年とか、が、先払いになるので、ちょっと、それがどうなのかなっていうふうに、ぐらいですかね。ちょっと今日は、ちゃんと取れてるか。少しアモリ、ちょっとだけ変えます。で、もう一回富士 Wi-Fi のホームページに戻ります。で、
なんでこのハイビデオの方、今ならこっちをおすすめするかっていう、なんですけど、富士 Wi-Fi さんの、今からの人ならまだ関係ないのかどうかわかんないけど、この既存の契約したお客さんで、情報を知ってる人と知ってない人いると思うんで、ちょっと、流しておきますけど、この富士 Wi-Fi さんのホームページに、ここ、インフォメーションのところで、この1月30日のお詫びとお知らせっていう、個人情報、括弧、氏名、メールアドレスの流出について。なんかちょっとね、2チャンネルで話題になってたっていうか、僕のところにも来ましたけど、なんです。1月の25日、24日か25日かわかんないんだけど、なんか決済メール来た時に、送り主かな、送信元かな、のアドレスが、なんか個人名みたいなやつ来たんですね。で、それがなんか、この富士 Wi-Fi さんの個人、会社の社員の個人名とかじゃなくて、これ、契約者の名前とメールアドレスダダ漏れなんじゃないっていうような情報がなんか出てて、確かになんかそれっぽいなと思いました。まあ、これ、不確定要素っていうか、その時はどうなのかなとか思ったんだけど、先月だっけ？今月だっけ？一回なんかありましたよね。なんか。アドレス流出したかしてないかわかんないけど、変なメール、海外のアマゾンの、フィッシングサイトのメールが送られてきたみたいな、そういう動画誰か出されてましたけど。だから、ちょっと、この会社どうなんだろうかなっていうか、この、個人情報保護的なところに、で、昨日だったかな。元気なおじいっていう方、おじいさん、もうメールで、YouTube 出されてましたけど、昨日、一昨日か。結局、こういうふうにホームページに、流出についてっていう、まあこれ細かくは今読みませんけど、まあこういうようなことが書いてあると。まあとりあえず、まあなんかシステムエラーが発生しとかって、まあいろいろ書いてあるんだけど、結局、流出したのはここの富士 Wi-Fi から出たっていうのは、なんかこの、認めたらしいんで、まあ一応、実害は、今のところなさそうなんで、どうかなと思うんだけど、まあ、今からちょっとこの流出した、その E メールアドレスと氏名と流出、アドレスがセットで、流出したので、多分、個人名宛てに勧誘メールとか、まあ、フィッシングメールとかもしかしたら来るかもしれないしっていこれどうなんっていう。あと、お客様の への対応についてっていうので、このお客様へのお詫びのご連絡につきましてってやつで、情報流出が確認された対象者の皆様へは、富士 Wi-Fi お客様サポートから順次ご連絡いたします。連絡して終わりっていうか、確認された対象者の皆様にはってこれ、どうやって確認するのか。で、確認された時に連絡して、それで何か解決したりするのかなっていう。ちょっとこれが疑問っていうか、なんでそれをこの今の状態で、すぐ連絡できないのかなって。
まあ多分、情報流出確認、個人の対象を、対象者の特定ができないのかな。まあちょっとこれは、この富士 Wi-Fi っていう会社が、まあ、大きいとかちっちゃいとか関係なくて、もうちょっとここはしっかりするところじゃなかったかなっていうのはちょっとありますね。これがあるんで、まあ、今から、もし、契約するんだったら、まあ、アイビデオでもいいかなと。アイビデオさん。っていうのがちょっと あります。まあでも、なんだけど、戻りますけど、よいしょ。これは、こういうのはあったけど、一応今のところ自分に実害はないし、なんです。最近でこの無制限みたいなやつ、縛りなし。ね。僕さっき、よいしょ。これも、よいしょ。もう0、あれ？あ、3.61KB ね。さっき見せましたけど、まあ、69.5GB 使っても快適に使えたし、全然問題なかったんで、まあ、こういうのを使えるの、もう何社あるのかな。最近、多分そんなにないと思うんで、まあ、その中でも、使い勝手はこの富士 Wi-Fi さんはいいのかなとは思うんだけど、まあ、最終的に、申し込みっていうか、その会社を信頼して、申し込みできるかどうかなんで、それも全部おすすめっていうか、全部自己責任というか、そんなことを気にしないで、申し込みするか、もしくは、まあ、自己防衛の防衛策を持って、こういうところを契約するか。まあ、僕の場合、そんなに、別に流出したからって言って、もともとそんな困るような、情報を流したわけでもないんで、特段気にはしてないんだけど、まあ気にする人もいらっしゃると思って、まあちょっとこういうのを、ちょっと情報で、シェアしようかなと思って動画撮りましたけど、まあまあ、まあ一応、使い勝手的にはまあ、結構いいですねというか、最強というか、多分、ネットの情報で 100GB とか、150GB とか、使っても大丈夫っていう人もいらっしゃったんで、まあ、そういう人たちにはおすすめなのかな。遅くなるってこともないです。僕の場合、おおむね、スピード、これ2.4ギガ系列と5ギガで、周波数変えれるんだけど、まあ、5ギガ帯の方がちょっと早いんだけど、2.4でも、だいたい、どうかな、3、40メガぐらいの下り。上りそんな速くなかったかな。上りが10いったかな、いかないかなぐらいかな。僕のところは、そんな感じです。ツイッターとかで見ると、もっとめちゃ早の人たちもいるんで、まあまあ、うちは田舎だからそんな、速度なのかなとか思ったりするんだけど、はい。ちょっと動画長すぎました。とりあえずね、まあ、まとめとして、富士 Wi-Fi さんは、まあ、使い勝手はいいと。使い勝手はいいと。これね、使い勝手はいいと。かなりも
お手軽だし、うん、電波も安定してるし、スピードも、エリアも安定してるんで、まあ、使い勝手はいいけど、ちょっと個人情報の扱いというか、会社の体制がちょっと、良くも悪くも個人チックな感じの、ところなんで、そこだけ、まあ、自己防衛をして、契約しましょうっていうことと、まあ、もしよかったらっていうか、僕、別に 富士 Wi-Fi さんでも、ハイビデオさんでも、回し物でもないんで、まあ、比較して、どうせ同じ端末だし、細かいこと言うと、なんかその速度的なとか、その使う電波帯が違うとかあるらしいんだけど、まあ、どっちでもいいかなと。値段もそんなに、ね、その100円、200円、まあ、1000円変わったらちょっとあれだけど、まあ、何百円の差とかなら、そこまで細かく言う必要はないのかなと思います。そのとこかな。ちょっと、10分ぐらいにまとめようと思ったら、これ25分喋ってるわ。また、これは、どうしても、1月31日、2月1日に変わる前に撮りたかったんで、まあ、撮ってましたけど、まあ、またこうやって、スマホで、この、なんです。ネット見ながら雑談形式っていうのも、まあ、たまに撮っていきます。こういうのもよかったら、よろしくお願いします。ということで、意気見でした。また次の動画よろしくお願いします。まあ、2月1日なんで、もう一個、305Z、僕みたいに 305ZD、これから2年縛りが解けて解約する人いっぱいいると思うんで、まあ、次の契約先はこの2つはおすすめです。値段は高くなるけど。以上です。ではまた、おやすみなさい。